たまにはドンブラザーズの感想動画ちゃんとあげい、どうもレオンチャンネルです。結構さ言われて、ちゃんとドンブラ見てますかみたいな。いやめっちゃ見てるし。だけどなんかさ、1月さおもちゃ特に出ないじゃん。だからついつい僕もね出かけちゃうんだよね。土日だとさ友達と予定が合うし。なのでライダーの感想もずれがちですが、確かにドンブラザーズも感想これは取らなければっていうエピソードがあって、それが1個前の43話の時かけ謎かけ。これまで伏線が張られてた椎名直樹の正体が遥本人じゃないかっていう疑惑の答えのエピソードでしたね。まあ結果から言うと、みんなの予測通り未来の遥が椎名直樹でしたね。なんだけどちょっと予想と違ったのが、単純な今の世界線の未来の遥じゃなくって、平行世界別次元の遥だったことが判明して、単純な今のこのドンブラザーズの世界の未来の遥ではなかったですね。それに合わせて未来の猿原さんも登場しておりましたが、遥も猿原も微妙に性格が違って同一人物じゃないってことはしっかり描写されてましたね。あくまで平行世界のもう一人の自分の未来の姿で、なんで着ぐるみをかぶって正体を隠してたかっていうと、そもそも別次元の未来の遥はまだドンブラザーズとして戦ってて、ただ戦いに疲れてしまって、自分が漫画家として売れっ子だった時代に一旦戻って休暇を過ごしたいみたいな、機微ポイントを使ってその願いを実行したんだけど、時空の混乱に巻き込まれてしまって平行世界の過去に飛ばされてしまったと。ただその先で名前と顔を隠して漫画家として活動してたんだけど、現代ハルカが盗作作家として扱われてしまったのは未来ハルカも予想外の出来事だったらしく、それについてはもうちょい下の項目で解説されてますので後で見ましょう。ただ未来ハルカ的に自分の精神面の強さは分かってたので、あえてそういう盗作疑惑は自分は乗り越えるだろうってことで、おそらくそんなにこれまで絡んでこなかったんだと思います。マジでドンブラザーズとしての休暇中だったってことですよね。そして休暇も終わる頃に差し掛かり、未来からそんな遥を抹殺しようとドン村雨っぽい刺客が送り込まれてきたりとか、猿原さんが迎えに来て、これ未来猿原ね、最終的には時空の扉が閉まる直前に初恋ヒーローの最終巻の最後の1コマ手前までは書き上げて、最後の一コマは遥かに任せて、この謎の刺客の攻撃をかわしつつっていうか、ドンムラサメ同士でぶつけて帰っていきましたね。最後の超大事な一コマをあえて遥かに任せるところはグッときましたし、ただ自分の正体を明かさないまま未来に帰ってしまったので、遥かの盗作疑惑は一生晴らすことができないっていう、それについては遥かも、いや盗作疑惑どうなったんだいみたいな。平行世界の未来のドンブラザーズがどういう状況になってるかがいくつか語られ、気になる点がめちゃくちゃありましたね。まず猿原さんと遥は付き合ってます、愛し合ってます。春ちゃんしんちゃんって呼び合う、すごく親密な関係になってて、かなり2人がそれぞれを大切に思い合ってるんだなっていう描写がたっぷりありましたから、別次元の2人に関してはかなりお似合いカップルでしたね。なんだけど違うのが、桃井太郎と未来遥はガチ不仲です。別世界の太郎なのに顔を見るなり殴りかかってましたから、太郎の性格自体はそんなに変わらないようですが、本編世界のメンバーたちとは非常に良好な関係を築けているものの、別世界だと相当軽薄なことが分かりましたね。ガチで仲が悪いらしくって、未来猿原さんも言ってましたね、ドンブラザーズの中に不和があるっていう。まあ今のメンバーも現状は仲良くても未来がどうなっていくか分かんないですよね。そして未来猿原に関してはお金を触っても大丈夫、さらにお金持ちっていう、俳句はたしなまずに短歌をたしなむっていう、この辺のキャラクター設定がそもそも根本的に違いますね。一応わびさびは理解してますけど、本編猿原さんよりは浮世離れしてないと。あとはみんなが未来の僕たちはどうなってますかって言って、キジノさんが美穂ちゃんとどうなってるって聞いた時には、それだけは言えないっていう感じで、美穂ちゃんとキジノの関係がどうなってるかは謎だったし、ジローに関しても全く答えられてませんでしたね。なんだけど未来猿原がバトルに入ってきたその座を見るなり、このインチキ編集者がとか言って、これまでクールだったキャラが崩壊して殴りかかってましたから、別世界では遥がインチキ編集者のその座によってかなり苦しめられてたことがあったんだろうなっていうのが容易に想像できますね。なので全然人間関係が違うんだよな。
本編はるかと園座は信頼し合ってますからね。そして現メンバーより戦ってる期間が長いってことで、おみこしフェニックスも自由自在に使えてすごいって思ったでしょっていう風にはるかの心をすぐ読んでましたから、ってことは未来のはるかも後々はおみこしフェニックスを使いこなせるってことですよね。でロボ太郎に猿原さんは変身してちゃんと強化フォームとして使ってましたし、本編塾のメンバーより戦い慣れてる感があってめっちゃ良かったね。しかも愛し合ってる2人ってことで相性も完璧で、コンビネーション必殺も使ってましたし、一応これまで伏線は張ってきたけど1話しか登場してないけど非常に印象的な2人でした。そしてバトルが終わって時空の裂け目から別世界の未来に戻っていって話が終わりでしたね。未来の試着っていうドン・村雨的なよりメカっぽい感じだったのかな。未来はるかと現代はるかを区別できてませんでしたから、もう自動で動いてるみたいな。マザーには存在してはいけないものっていう風に扱われて村雨によって撃破されましたね。っていうなかなかてんこ盛りの情報を一気に流し込まれたわけですが、おそらくこれが詳しく語られることはないだろうと。まあドンキラーとかドンキラーキラーとかさ、あの辺のエピソードももうちょっと深掘りできただろうみたいないうところもね、1話で終わってますからね。まあその詩も深掘りできただろうっていうのがありながらも1話で終わったりとか、まあでもちゃんとねクライマックスにその詩その5その6は絡んでくるようですが、って感じで43話のこれまでの伏線回収の話は非常に良かったと思います。そんな43話関連のドンブラ裏話も確認しましょう。お待たせしました、伏線回収。そう忘れてた、未来はるかは漫画描いてるだけじゃなかったわ。ジュートに吸収された後の眠りの森で囚われてた犬塚翼を助けたのは椎名直樹だったことが判明しましたね。そうそうそう、これ重要だった。まずは椎名直樹の正体、ドン1話に始まり映画のテーマにもなったドンブラザーズ最大の謎が今明らかに、で未来はるか別次元の未来はるかでしたよ。なるほど、いや謎が増えてる。未来って何、別時空って何、そして猿原と付き合ってるって何、っていうか金持ち猿原イズ何ね。そう、この辺もめちゃくちゃ細かくは語られてませんでしたからね。この謎はもはや回収する気も起きません。これこそが伏線回収するよりももっと負けんの真骨頂、謎を回収しながら謎を増やすという井上俊樹大先生の超高等テクニック。この辺はさ、他の作品じゃ許されないけどドンブラザーズに関しては許されるよね。もう1年間一人で脚本書き上げてるので作風と合ってるんだよな。じゃあなぜ椎名直樹は盗作したのか。過去へ戻ったつもりのはるかは別軸の自分がいるとは知らずにペンネームで新作を書いたつもりだった。はるかがいないと思って椎名直樹って名前を変えて新作を書いたつもりだったんだけど、その世界にははるかが存在する世界で、単純に過去に戻っただけじゃなく別世界の過去に戻ったことを最初は気づいてなかったってことね。でジュートの森ではなぜ翼だけが助かり夏美は助からなかったのか。未来の鬼頭はるかはドンブラザーズである翼のことは知っていた。おそらく翼のジュート化によりドンブラザーズ何かが起きたが夏美のことは知らなかった。ああなるほどね。なのでこの辺は過去改変っぽい動きをしたわけね。要は未来か、要は別次元の未来ではそのまま翼が帰ってこなかった可能性もありますよね。なぜ椎名直樹はウサギの着ぐるみを着て映画館の試写会に登場したのか。別次元の自分が主役を務めていたので同一人物とバレないように。なるほどね。まあでも未来はるかの第一優先は漫画を描き上げるってことだったんでしょうね、おそらく。そう考えると映画の新初恋ヒーローで黒岩監督がはちゃめちゃやったあの映画を原作者であるはずの椎名直樹がスタンディングオベーションで喜んでいたのは自分が最高の演技で可愛く映っていたからだったのかもしれません。なるほどね。映画会場ポカン&ブーイングの中椎名直樹だけ絶賛してましたもんね。未来ではドンブラザーズ内ではいろいろなトラブルがあるらしいで、ここがガチ不仲かと。ちなみに2人のはるかが並ぶシーンには合成やカメラワークでうまく2人に見せるなど様々なテクニックが使われています。そしてはるかの吹き替えを演じていただいたのはもちろん普段鬼下役で演じているスーツアクターの下園さん。あーこっちが要は顔が見切れてる時のリアルのはるかを下園さんがやってるってことか。未来猿原は浅井さんだ、セイバーの。そして変身後は未来猿ブラザーは教習所の教官でも、あの優しい鬼教官ねの方がやられてて、未来鬼シスターはたびたび吹き替えでもご参加いただいてる坂梨さん。へえ、まさかまさかのパワーアップ、ゴールドン鬼シスターも演じていただいております。いろいろあった未来ではおみこしフェニックスを使うようです。まさか例の汁を飲んだのでしょうか、太郎汁か。さらにさらに未来からやってきたもう一人のもう一人ドン・村雨未来で追加されたゴールドのラインは上から
未来。あ、そんなジオみたいなことになってたの。あ、ほんとだ、ここがミ、ここがラ、ここがイだ。気づかなかったわ。では何のためにキトハルカは時を超えたのでしょうか。漫画を、まあ、ドンブラザーズの休暇と自分が漫画家としての全盛期に戻って漫画を好きなだけ描きたいっていう欲があったようですが、キトハルカに漫画の中に重要なことを書き残したよっていうことを伝えて消えたので、そういう目的もあったってことですね。あ、ハリケーンスピンオフ、あ、これ見、あ、おや、これ見てない、まだ、しまった。ハリケンジャーは今記念イヤー中ですもんね。ということで、どうしても語りたかった椎名直樹回の感想動画でございました。てか前に感想動画あげたのいつだっけ、もう忘れたぐらいだけど、まあバッと行くとドン引き家族はこんな時期にやるみたいな、もうクライマックス手前なのに詐欺師を懲らしめるっていうエピソードがあったり、あとはサンタクロースはあれか、普段人間の波動で世界が成り立ってるノートたちが人間に恩返しを、サンタクロースに扮して恩返しをする話でしたね。これ最後の最後でサンタクロースに桃井太郎がよしよしって頭を撫でられた後の表情が最高でした。で、危険な相乗りはこれね、村雨にロックオンされた犬塚翼がソノニと逃亡するっていうエピソードで、それとは別に教習所の話があって、どうやってつなげるのかなと思ったらキックバックの米津玄師みたいな交通事故シーンで話がクロスオーバーするっていう、よく考えられてた。あと40話は終始ソノニが可愛くって、まあいつも可愛いんだけど、特にこの回は良かったですね。たまたま犬塚か村雨を足してて、村雨が忍者アクソードを使うことになりましたよね。あとは個人的にドンキラーとドンキラーキラーの回はめちゃくちゃ良かったと思います。もしドンブラザーズが何かしらの理由で暴走した際にはドンブラザーズを止めるシステムが実は用意されてて、それは絶対起動できないように管理されてたんだけど、たまたまその起動ボタンが押されてしまって、桃井太郎より圧倒的に強いっていう、見た目は桃井太郎の未来服バージョンみたいなやつだったけど、そんなドンキラーがドンブラザーズを倒すためにやってくるっていう、これ1話で終わらすにはもったいなかったですね。あとはチンプンカンプンクッキングはあれか、あの料理評論家みたいなやつか。で、その、あ、そう、ここでその氏の初登場がありましたが、これも1話で一旦その氏の話は終わったよね。その井たちの上司ね、まあその井たちはもう完全にほぼドンブラザーズの一員みたいな感じなので、ノートの上層部の一部がラスボスとして立ちはだかるのかなと。まあ明確なラスボスがいないからね、ノート世界ぶっ潰すわけにもいかないし、個人的には生き残ってたドン家の誰かがラスボスとして戦うのかなと思ったけど、ちょっとその辺はまだ分かりませんね。最終話までマジどうなるかが本当に不明。まあそんなところか。あ、そう、ソノイが太郎汁によって強化されて復活したんだけど、おでんのからしで涙が出て、それで太郎汁が目から出ることで正気を戻したっていう。ただパワーアップした状態はそのままで、これによって太郎とソノイが完全な全く同じ力の強さになりましたね。これまでもずっと戦ってるんだけど、決着が基本つかないんですよね。もう完全に同じ戦闘力なんで。って感じで、感想のまとめはこんなところでいいかな。いや、なんか1話1話でわざわざ感想動画出すほどのものの話じゃない時もあるじゃん。この辺とかこの辺とか、そういうのもあって、前は感想は出してないんだけど、もうクライマックスで話もね、より今までより濃くなってるので、最終話までは毎週出せていけたらいいなって思っております。以上、レオンチャンネルのドンブラザーズ感想動画でした。